皆さん、夜会巻きってロングヘアじゃないとできないって思ってませんか？実はこのミディアムヘアでも簡単にできちゃうんです。渡辺です。皆さん、突然なんですけど、夏のイベントって何を思い浮かべますか？お祭り？花火大会？あと盆踊りもそうですよね。そんな時に浴衣着ますよね。その浴衣ヘアにぴったりな夜会巻きアレンジを紹介します。ポイントはたった4つです。これさえ覚えれば簡単にできますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。まずはじめにブラッシングをやっていきます。ブラッシングをするときは毛先からやっていきます。根元の方からやってしまうと結構引っかかったりとかして切れ毛の原因になってしまうので、まずは毛先の方から優しくとかして、中間、根元、この順でやっていきます。こうすることによって髪の毛のほこりだったりとか絡まりが取れて綺麗なツヤ髪になります。次にポイントです。バームだったりとかオイルのスタイリング剤をしっかりとつけます。手のひらにしっかりと伸ばして毛先から中心にまずはつけていきます。夜会巻きなので表面の面をしっかりとつけて、この辺が髪の毛がまとまってないと綺麗に見えないので、毛先、表面の部分をしっかりとつけていきます。夜会巻きって横の面とかを出すヘアアレンジなので、この辺の毛羽立ちもなくなるようにつけていきます。これをしっかりとやるだけで誰でも簡単に夜会巻きが綺麗になります。もう一度溶かしていきます。でもう一度ブラシで溶かすことによってスタイリング剤が均等についてくれます。でブラシで髪の毛を真ん中に集めたら、ここからがポイントです。夜会巻きをするときにこのままねじっていくんですけど、このねじる際に上に引き上げながらねじる。こうすることによってこの辺の面がすごくピシッと綺麗に見えます。逆に下の部分でねじってで、そのまま上に上げてしまうとこの辺がたるんで見えるので、ちょっと老けて見えがちです。次に大きめの U ピンを使っていきます。丸くなっている部分を下にして、表面の上っ面の部分だけ髪の毛を挟んでいきます。そうすることによって長時間夜会巻きがキープされてきます。表面の上っ面を挟んで、このまま U ピンを横に寝かして中に入れ込んでいきます。でこの時に U ピンがしっかりと髪の毛の中に入るのを確認しながら入れてください。最後にこの毛先の部分が長い人でも短い人でもやっぱり出てきてしまうかなと思います。でこれをちょっと丸めます。丸めてこの毛先の部分にちっちゃい U ピンですよねを差し込んで中に入れ込んでいきます。最後にこの辺のね、表面の部分を少しだけ上に上げて毛先を隠すようなイメージ、こんな感じでまとめれば OK です。でやっぱり短い方だったりとかでも細かい毛だったりとか出てくるのはやっぱ仕方がないので、最後の最後にまあハードスプレーで固めていきます。だいたいね15センチぐらいから離してスプレーを振っていきます。スプレーをつけたら手で優しく髪の毛の毛束がまとまるようにつけていきます。はい、ということで、夜会巻きをやってみたんですけど、4つのポイント、おさらいをしていきます。まず1つ目なんですけど、スタイリング剤をしっかりとつける。これすごくポイントです。スタイリング剤をねしっかりとつけることによって髪の毛の毛羽立ちもそうですし、あと短い方だったりとかは細かい毛がしっかりとね収まってくれます。今回バームをつけたんですよ。オイルが好きな方はオイルでも結構なんですけど、個人的にはバームの方が持ちがいいのかなって思いますので、今回はバームを使わさせていただきました。次に2つ目です。スタイリング剤をつけた後にしっかりとブラシで溶かしました。こうすることによってスタイリング剤が均等についてくれます。あとツヤもしっかりと出てくれるので、スタイリング剤をつけた後にブラッシングをしっかりとしてください。次に3つ目なんですけど、3つ目は夜会巻きをねじり上げる時です。しっかりとね、ねじりながら上に持ち上げることによって両サイドがしっかりと綺麗な形に面が出てくれます。それを下の部分でね、やりやすいからねじってしまうと結構たるみが出てしまう可能性も出てきますので、夜会巻きはねじりながら上に上げる、これがポイントです。
最後に4つ目なんですけど、大きめのね UPN を使う際に表面の上っ面の部分だけの髪の毛をまずは取って、それを挟みながら止めていきます。そうすることによって結構ね夜会巻きも綺麗にピタッと止まってくれますので、1日キープも全然できるかなと思います。なので表面の上っ面を止めるように意識してみてください。最後にねハードスプレーもつけたんですけど、やっぱ細かい毛結構出てくる方もいらっしゃるかなと思いますので、そういう方はハードスプレーもしっかりとつけてみてください。ということで、今日はね夏の季節にぴったりな夜会巻きアレンジを紹介しました。この夏ね、出番が多くなると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。